高井優沙チャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生など学生年代の指導に力を入れていらっしゃいます名古屋市の監督尾崎さんと一緒にサッカーの良しきにインタビューしていく番組となっております。ということで尾崎さん、今日も始まりました。どうも高井さん、またはい、よろしくお願いします。前回は S 級ライセンスに話を聞くって言いながら S でも B でも C でも A でも関係ないような話で誠に申し訳ありませんでした。いやいやいや、もうそちらの方が大事です。じゃあ佐々木くん、はい、今回のテーマ、はい、では発表させていただきます、はい、本日はですね、大学サッカー監督対談と題しまして、日本の大学サッカーについて現役監督が語るとなっております。現役監督が語る、あのね、現役監督が語るって、まあ地域が9つに分かれてるじゃないですか、竹内さん。はい、地域格差は間違いなくあると思うんですけれども、はい、地域格差も踏まえて話をすると、はい、まあ踏まえてじゃなくて地域格差、ここについては関東がいいとかっていろいろあると思うんですけど、そういう地域格差はどうですかね。今回も当たり前にカップが行われて、はい、インカレがなかったんでですね、はい、これ如実には出てると思うんですけど、どうですかね、その辺のところで。まあ地域格差という形で言うと、今回のもう結果がそのまま、まあコロナで半年できてないっていうのはあるんですが、それはどこのチームも多分一緒だと思いますので、うん、あの結果が多分もうその格差になってると私は思います。なるほどね、はい、そうするとやっぱり関東ナンバーワンですけど、ね、はい、僕はまたちょっとうがった意見なんですけど、はい、やっぱりその学校の歴史とか、はい、まあ、前回も我々の大学のちょっとこう裏側の話もあってね、はい、その学校のスポーツに対するとか学校のサッカーに対するっていうバックアップの比重も含めて考えていくと、はいはい、やっぱり関東金かかるのよくみんな行くなとそれこそ竹内さんも関東の大学に行かれたわけですし、はい、でその30年前と今とは物価も違いますし、はい、大学、関東の大学にサッカーやらせるだけじゃなくて、サッカーだろうが大学としてすごいじゃないですか、関東に行くっていうこと自体が。まあそうですね、ね、親のエネルギーも含めていくと、はい、そうすると愛知県っていうか東海のサッカーも今回も1回戦勝ったのが1チームだけで、それも第4代表が勝って、はい、であとは今全部1回戦負け、その1回戦で負けた東海のトップにうちらはやっぱ勝てない状況の中で、はいはい、で九州も分離大以下、はい、どうだったんですかね、1回戦、福岡大学さんだけが勝ちましたけど、あとは全部最初で負けてますね。そうするとやっぱ福岡大学さんっていうのはある意味九州の優じゃないですか。まあ、そうですね、はい、いろんな意味で、はい、ね、はい、そうするとあと東北の方で行くと仙台大学さんとかが、はい、優じゃないですか、はい、で北信越で行ったら新潟医療さんとかがあったりして、はい、そうするとやっぱり関東と関西にやっぱチームの大半がこう集約されてるっていうことでのね、はい、ですね、やっぱそこにまず大きな差があって、はい、でも前回の話であったように皆さんどこの地域だろうが大学のサッカーの人だって我々のような考えのところが多いはずですね、はい、ねえ、はい、こういうこの差を埋めていく高校なんかだと地方が強かったり山田が強かったりとかね、はい、一極集中だったりするけども大学はそうじゃないということなんですかね。そうですね、まあ、全体的な部分で地域差自体は、まあ、高校も以前に比べるともう全国的にそこまでの差はなくなってきてるのかなっていうのを感じて、はい、まあ、大学もデンソーカップなんかも見てもそこまで大きな差はないけれども、やはり J ユース高校の強豪校から一線級と言われる選手は、まあ、先ほど言ったように関東だとか関西の、一流の大学に行ってるのかなっていう感じはしますね。あと竹内さんのところの出身下の高校生で、はい、その仙台70名ぐらいっていうふうに聞いたんですけれども、はい、J ユース出身と高体連出身的には当然 J ユースがまだ少ないと思うんですけども、はい、うちの大学生ですよね、はい、ほとんどが高体連ですね。あ、J ユースは
まだ一桁ですね。そうですよね、はい、それやっぱ関東の今回の、まあ、当たり前カップの出身チームを全所属チーム見ると、はいはい、関東はやっぱり高大連はもう全国のトップトップの高校と、ね、はい、J ユースがの方が多かったりするじゃないですか、はい、ですね、はい、ひがみ根性で行くとやっぱそういうトップトップで、まあ、上に上がれなかった、上っていうのはもう J リーガーだから、はい、上がれなかった子が行く先々としては、はい、やっぱ関東なのかな、まあ、私の僕は別として、やはり六大学なんかがやはり推薦でとなると、なかなか自分の、うん、学習レベルで、行くのも難しいところが強化をすると、なかなかやはり立ち打ちするのは難しいのかなと思いますけどね。いや、僕も大きな声で言えますけど、言えないけどじゃなくて、教え子には関東に行けって言っちゃうんですよ。あ、まあそうすると社会の図式が、はい、地域格差ということで。でも本音で言うとそこに行き着いちゃいますもん、親の目線から言っても。まあ先ほど崎さん言われたように、まあ、教え子にも迷ったらそこに行けって言われるのと同時に、もし自分が選手であればどうするかって、多分そこ行くと思うんですよね。ですよね、うん、自分の子供がじゃあどこ行くかってそこ行くと思うんですよ。そうそう、本当そうですよ。そうです、そうです、やっぱり社会の図式っていうのは大きなそのピラミッドがあってね、はい、そう簡単には崩せんなっつって、そうすると東海のチームがやっぱ全国に行って、はい、せめてジャイアントキリングぐらいやりたいねっていうのが僕の最後のモチベーションなんですよ。まあそうですね、やっぱそこに行き着きますもんね。そうですね、はい、まあ仕方がないかなそれは。